ホルヘレオナルド・ロンドン・エルナンデスは、ベネズエラ・グアリコ州カラボソ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。メキシカンリーグのワグアスカリエンテスレールロードメイン所属。2006年7月3日にセントルイス・カージナルスと契約。この年は、参加のルーキー級、ベネズエラン・サマーリーグ・カージナルスで10試合に登板し、0勝1敗1セーブ、防御率6.46だった。 2007年は、ルーキー級、ベネズエランサマーリーグで17試合に登板し、1勝6敗、2セーブ、防御率4.74だった。2008年は、アパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソンシティカージナルスで21試合に登板し、2勝2敗、6セーブ、防御率4.03だった。8月に、A 級、クワッドシティズ・リバーバンディッツへ昇格。8試合に登板し、 一勝0敗、防御率3.24だった。2009年は A 級パームビーチカージナルスで8試合に登板し、0勝1敗、防御率7.71だった。7月から A 級クワッドシティズでプレー。10試合に登板し、一勝5敗、防御率4.27だった。2010年は A 級クワッドシティズで29試合に登板し、4勝8敗。 防御率5.30だった。2011年は a 久パームビーチで21試合に登板し、1勝5敗、6セーブ、防御率4.05だった。6月に a 久スプリングフィールドカージナルスへ昇格。37試合に登板し、1勝8敗7セーブ、防御率9.16だった。2012年は AQ スプリングフィールドで33試合に登板し、 2勝1敗4セーブ、防御率3.44だった。8月に、トリプル A 級メンフィスレッドバーズへ昇格。13試合に登板し、0勝1敗1セーブ、防御率3.60だった。オフの10月30日に、カージナルスとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。2013年は、トリプル A 級メンフィスで51試合に登板し、3勝5敗。 一セーブ、防御率3.06だった。2014年は、トリプル A 級メンフィスで開幕を迎えた。4月17日に、ジョー・ケリーが故障で離脱したため、メジャーへ昇格したが、登板のないまま4月21日に、トリプル A 級メンフィスへ降格した。6月29日にメジャーへ再昇格し、同日のロサンゼルスドジャース戦で、メジャーデビュー。 6点ビハインドの7回裏から登板し、1回を無安打無失点1死球に抑えた。6月30日にトリプル A 級メンフィスへ降格した。その後はメジャーへ昇格することなく、この年は1試合の登板にとどまった。トリプル A 級メンフィスでは51試合に登板し、5勝4敗、10セーブ、防御率3.03だった。2014年11月3日に、 ウェーバーでコロラドロッキーズへ移籍した。2015年はロッキーズで2試合に登板後5月2日に戦力外となった。2015年5月10日にウェーバーでボルチモアオリオールズへ移籍した。オリオールズ加入後は8試合に登板したが防御率7.43だった。ロッキーズとの合算では10試合に投げ防御率は13.19だった。10月20日に バンスウォーリーの加入に伴って戦力外となった。2015年10月26日にウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍した。12月23日に40人枠を外れる形で参加の AAA 級インディアナポリスインディアンスへ配属された。2016年6月18日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。 二試合に登板後、6月24日にディーフとなり、マイナー契約に切り替えて、シーズン終了まで在籍した。2016年12月13日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、ウィンターミーティングで、中日ドラゴンズが獲得交渉を行い、12月28日に獲得が決定した。 2017年1月5日に保有権を譲渡され、翌6日に中日への入団が正式発表された。背番号は91。1軍で4試合登板したものの結果は振るわず、シーズン終了後契約保留戦士名簿から外れ、自由契約となった。2018年は、シカゴホワイトソックス参加に a のバーミングハムバロンズに入団したが、 5月10日に契約解除で退団した。2018年6月27日、ベースボールチャレンジリーグの福島ホープスに入団したことが発表された。福島では主に中継ぎ及び抑えとして20試合に登板し、自責点0で2勝1敗6セーブという成績だった。福島への入団は NPB で再度プレーすることが目的と述べている。2020年1月10日、 メキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメント契約した。4月22日にリリースされたが2021年3月15日に再契約した。救援投資としてスリークォーターから最速99マイルパワー、平均96マイルパワーの速球と平均88マイルパワーのスライダーを中心に使用し、その他に 平均8 5アワーのチェンジアップも使う。3A での通算脱参心率は6.8、予死休率は3.7となっている。ありがとうございます。